カタリーナが埋葬された、グナーデンベルク修道院の遺構、カタリーナ・フォン・ポンメルンは、プファルツノイ・マルクト公、ヨハンの日で、カルマル同盟の王クリストファ三世の母である。カタリーナは、ポメラニア公バルティスラフ七世と、マリア・フォン・メクレンブルクの間の娘である。母マリアは、メクレンブルク公ハインリヒ三世と、デンマーク王バルデマー四世の長女、インゲボートの間の娘である。 インゲボーはまた、北欧三国の支配者、マルグレーテ一世の姉でもあった。また、ハインリヒ三世の母エウフェミアは、セーデルマンランド公、エリク・マグヌソンの娘で、スウェーデン王マグヌス四世の妹であった。カタリーナの兄はエーリックは後に、ノルウェー王、デンマーク王及び、スウェーデン王となる。カタリーナと、兄エリクは1388年に、 王はマルグレーテ一世の養子となり、マルグレーテにより育てられた。当初、マルグレーテはカタリーナをバドステーナ修道院に入れるつもりであったが、一時、カタリーナはイングランドを大使ヘンリーの結婚相手の候補となった。この結婚話は1400年から1401年頃に持ち上がり、カタリーナの兄エーリクとヘンリーの妹フィリッパとの結婚と同時に行われる予定であった。 結局、カタリーナとヘンリーの結婚は成立しなかったが、1406年に別のイングランド王家との間接的なつながりができることとなった。義子フィリッパがプファルツのイマルクとコーヨハンとの結婚を提案したためである。ヨハンはローマ王ループレヒトの息子で、兄ルートビヒ三世はフィリッパの姉ブランシュと結婚していた。 結婚交渉は1年でまとまり、マルグレーテはカタリーナに4000グルデの持参金を用意したが、これは、ヨハンの父ロマオ、ループレヒトが期待していたより、はるかに少ない金額であった。1407年8月15日にカタリーナは、デンマークのリーベで、ヨハンと結婚した。ヨハンとの間には7人の子供が生まれたようであるが、唯一、クリストファのみが成人した。 クリストファは後に、おじ、エイリクの後を継いで、北欧三国の王となった。カタリーナは1426年3月4日に死去した。ありがとうございます。